マニア、ガチャマチョン、どうもガチャスです。元気もいもにもじちゃんです。今日紹介するのはこちら、デラックス全力全開キャノンです。機械戦隊全開じゃめちゃめちゃ盛り上がってますけど、見てください、このアイテムやばいよ。これ本当にとんでもないアイテムになってまして、はいはい、なんとですね、これまでに登場したスーパー戦隊の全ての力を宿した武器になっています。え、全て、ゴレンジャーから始まり、全怪獣まで45作品ありましたけど、うん、その力が全部これに詰まってます。そしてこの全力全開キャノンはキャノンから戦闘系と変形させることもできます。めちゃめちゃすごいアイテムで、すごいね。これね、超遊び応え抜群なので、ちょっともう早速皆さんに紹介していきたいと思います。それでは早速やっていこう、バンダイマニア。まずはパッケージから見ていきましょう、うん、はい、ここにね、超大きくゼンカイザーがいて、ここに全力全開キャノンがボーンってあります。本当にね、こうデザインめちゃめちゃかっこいいの。ちょっと後でこれ中身出した時にいろいろ見せたいなって思うんですけど、上の面見るとボーン、こんな感じでモードチェンジって書いてあって、全力全開キャノンとこっちの戦闘機モードの全力イーグル、2つのモードで遊ぶことができます。じゃあ早速中身取り出していきましょう。中身取り出すとこんな感じです。めちゃめちゃでかい、超ビッグサイズで、もうね、この全力全開キャノンが超強いアイテムだっていうのがもうサイズから伝わる。そうね、超ビッグサイズになってます。そして、まあでかいだけじゃなくてデザインももう完璧。この一番奥に赤レンジャーがいて、そっからこうグーンってこうなぞって、これ放送順にねなってます。そうだね。そうでバーってきて、ここね、嬉しいポイント、ルパンレッドとパトレイン1号がどっちもいるっていう、うん、それでこのゼンカイザーと、赤レンジャーの間に44体のこのレッドがいます。もうこれだけで歴史感じるし、ここに全ての戦隊のパワーがこもってると思うと超強いアイテムや。何がいいって、この赤レンジャーが一番後ろにいることで、ここからこう今までの戦隊の力をこう全カイザーが受け継いでるみたいな感じのデザインになってる、うんうん、これがねもうたまんないっすね、はい、もう子供はもちろん、多分お父さんたちも子供の頃見てた戦隊、ああいるじゃんみたいな、うん、これ多分どの年代の人も感動すると思う。そしてこの持ち手の部分には全カイザーのこのマークが入っていたりとか、うん、上にはですね、なんとギア型のルーレットがありまして、ここにいろいろなマークが書かれています。ここにね、全カイザーのマークもあって、その周りにこういろんなマーク入っていて、うん、ここにはね45っていう風に45バーンの数字が入ってます。かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。今一通りデザインを見たんですけど、ここにあるトリガーを押すと、銃撃音が鳴るんですけど、これ実は別のアングルから見てほしくて、すごいんですよ。ここ見せてくださいね。押すと、なんと光るんです。これすごい、光って音も鳴る超完璧なアイテムなんですけど、この全力全開キャノンは上にあるここのルーレットを回すことで、10種類に属性分けされたスーパー戦隊の力と、全てのスーパー戦隊の力を宿した計11種類の必殺技を使うことができます。属性分け、例えばですね、銃レンジャーとアバレンジャーと恐竜ジャーの力を宿したジュラシックパワー、うん、555デカレンジャー、パトレンジャーの力を宿したパトロールパワーみたいな感じで、こう属性ごとに様々なスーパー戦隊の力を使うことができるんです。へえ、一度に複数の戦隊の力が使えるのはめっちゃいいね。他にどんな属性がある？ゴレンジャーやルパンレンジャーなどの力を宿したシークレットパワー、ガオレンジャーやジュオージャーなどの力を宿したビーストパワー、オーレンジャーやゴセイジャーなどの力を宿したミラクルパワー、ゴーオンジャー、キラメイジャーなどの力を宿したマシンパワー、ダイレンジャーや激レンジャーなどの力を宿したファイティングパワー、デンジマンやタイムレンジャーなどの力を宿したサイエンスパワー、シンケンジャーやニンニンジャーなどの力を宿したチャンバラパワー、メガレンジャーやキューレンジャーなどの力を宿したギャラクシーパワー、そしてさっき言ったジューレンジャー、アバレンジャーなどの力を宿したジュラシックパワー、555やデカレンジャーなどの力を宿したパトロールパワー、この10種類に加えて全ての戦隊の力を使うことができるスーパー戦隊パワー、この11種類になっています。今までのスーパー戦隊の属性分けも面白いね。そう、なんか、うん、この戦隊とこの戦隊一緒なんだとか、ビーストがこうちょっと多めなんだなとか、今までの戦隊の歴史もなんか知れるのがいいなと思った。うん、確かに、めちゃめちゃいいですね。
じゃあちょっとこの11種類ある技の中からいくつか必殺技をやっていきたいと思います。バンマニ、今シークレットパワーとジュラシックパワー、そしてスーパー戦隊パワーの必殺技をやってみました、うん、めっちゃ良かった。なんか音声も良かったんだけど、うん、私的にあのジュラシックパワーとそのシークレットパワーの時の光の色が違うのがいいなって思った。これね、よく気づきました、うんうんうん、で、そう今モニちゃん光言ってくれてたんだけど、うん、シークレットパワーとジュラシックパワーのあの大気音の前にさ、うん、実はシークレットパワーではこの音、ジュラシックパワーではこの音っていう、うん、大気音の前にね、特別な音声が鳴ってたんですよ、うん、ちょっとあの、あれどこだって思った場合はこの動画巻き戻してみてください。そして、ここのルーレットをこういっぱい回すと、うん、スーパー戦隊全ての力が使えるスーパー戦隊パワー、ギアトリンガのさ、うん、ババババーンも入ってて、確かにね、なんか俺2つのおもちゃ使ってたっけみたいな、なんかね、いっぱい集まってたよね。そうそうそう、いやこれすごいわ。今日今まだ3つしかやってないんで、残りのね音声皆さんゲットしてぜひ楽しんでみてください。そしてですね、動画の最初にも言ったんですけど、うん、この全力全開キャノンはあの変形しますよね。あー、そう、そっか、そう、戦闘機の全力イーグルに変形することができるので、うん、ちょっと次はその変形をやっていきたいと思います。バンマニでは、全力全開キャノンを全力イーグルに変形させていきましょう。まずはですね、持ち替えてここにある青いこのレバーをこっち前にこう倒しながらこうくるっと折りたたみます。そしたらこのパーツを外してあげて全力全開キャノンをひっくり返します。おお、全開山の顔みたいな感じで出てきました。そしたらこことここのジョイントにこの今外したパーツのこことこの部分を合わせてあげます。ガチャンとくっつけてあげて、はい、これで全力イーグルの変形が完了しました。こんな感じになるんですけど、実はこの全力全開キャノンビッグバーンの音声が入ってるので、音声鳴らしながら変形させることでこうより本編に近い遊び方ができます。ちょっとやってみます。この全力全開キャノンの状態でこの鳥が長押ししてます。そしてこのトリガーを押すと、ご苦労であった。こんな感じでこのシュンって飛んでる時の音とこの着陸する音も入っているので、これね、めっちゃ遊び応えあります。これ超楽しいよね。今さ、ここに置いてんだけど、今までに登場したやつと一緒にさ、こう遊んでると、本当にこう世界観が楽しめたりとかするから、これマジでいいな。で、全力イーグルに変形し終わった後、この滑空音、このピシッて飛んでる音が鳴ってるんですけど、その間にこのトリガーを押すと、こんな感じで攻撃音が鳴ります。そして、この後ろのこの部分も、このジェット機のピシャンって噴射のように光ります。このね、押すと、この光り方が変わったりします。これめっちゃ良くない？ピシュー。これめっちゃいいわ。バンマニ！今日はデラックス全力全開キャノンを紹介しました。1
個のアイテムでこんなに詰まってるんだ。すごいよね。すごすぎる。ちょっとキャノンの方から行くんだけど、はい、やっぱり記念すべき作品だからこそ、うん、この今までの、ね、戦隊の力使えたりとか、はい、前回じゃん全てがもうこのアイテム詰まってるよ。そうだね、うん、そして全力イーグルね、うん、全力全開キャノンから、はい、ね、こんなねかっこいいさイーグルになると思わないじゃん。変形もめっちゃ簡単だったしね。そうちょっとまだねどんな感じで登場するか僕ら分かんないから、そうだね、ちょっと今後が楽しみですね、うん、ぜひ皆さんこちらゲットしてください。デラックス全力全開キャノンは10月9日発売予定。テレビシリーズ機械戦隊ゼンカイザーはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時30分から放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。